これコインが入るボックス、一応全部調べてしまいました。これ普通のコインと、普通のボックスです。でこれも調べて、何も普通だよ、別に何も持ってない。でこれ4枚コインこの中に入れてしまいました。1枚、2枚、3枚、4枚で、これ2枚になってるから出してしまいました。 OK、 で手に何も持ってないので、ちゃんと音を出してるね。よく見る、これ目の前でよく見る、指鳴らすよ。今この中に何枚ですか？4枚。これね、0枚。0枚。どこ行ったんですか？これイギリスの銀でできた、ほぼ銀でできたコインなんですけど、銀って意外と硬そうなイメージあるじゃないですか。でもね、銀って柔らかいんです。ほら形変わっちゃうでしょ、すぐ変わっちゃうんですよ。たまにはマジシャンっぽいことしようかなと思います。じゃあイギリスの銅貨使います。かっこいいじゃないですか、この銅貨好きなんですよね。まあ一応調べていただくことも可能です。でこの銅貨を使って今から何するかというと、コインを1枚ずつ消します。ただこれ消えたように見せてるだけで、実際消えてるわけじゃないんです。テクニックなんです。なので出そうと思えば、こうやってなくなったコインを全て出すこともできるんです。ただこれをスムーズにできるかできないか、まあ練習次第ですが、ただ練習すれば誰でもこれってできるじゃないですか。なのでここから私がマジックをします。まず6つにこのコインを増やします。で一応全部調べていただくことも可能ですよ。でこの6つに増やしたコインを結局戻さなきゃないわけなんで、どうやって戻すか、答えは単純、こうやって3つに戻せばいいんですよ。4枚の銅貨、4枚の銀貨、そしてコインボックスを使います。どちらか好きな方をコインボックスに入れていただきたいんですが、どっちがいいでしょう。まあ今日じゃあ銀貨にしましょうか。 1,2,3,4 とね、間違いなく入れて、で蓋もしますと。で忘れないでほしいのは、中に銀貨が入ってる、ただこれだけです。これを忘れてしまうとマジックじゃなくなってしまいますから、4枚の銅貨はね、左手に握っておいて、でこの中の銀貨と銅貨を入れ替えるっていう、これただこれだけのマジックなんですよね。でこれこっち銀貨なんでしょ、ってことはもうこっち銅貨なんです。一応中見ますか、一応ね、お決まりね。はい、4枚ちゃんと銅貨でしたって。はい、マジックの中でも大好きなんですけど、スリーフライという有名なマジックがあるんです。見たことある人、まあ聞いたことある人、いろいろいると思うんですが、名前の通りコインが1枚ずつ飛びます。ただこれ飛んでるんですけど、早すぎて見えないという方結構いるんですよね。なのでゆっくりやります、スローモーション。今は見えたじゃないですか、さすがに今のは見えたと思うんですけど、もう一度やりましょう。これを少し速度を上げると、このコインが飛んでるように見えるんですよね。このようにコインを付け加えてしまったら、これは飛ばしたというよりね、付け加えたというだけなんですけど、こうするとこれ飛んだように見えるじゃないですか。最後はこれあえてコインを見えなくして空中を飛ばしてこうやってキャッチするね、こういうやり方もあるんですよ。4枚のコインとコインボックスのマジックをします。まあ普通の種も仕掛けもない、コインが4枚収納できる金属製のボックスです。で、この中に4枚コイン入れて、蓋をします。すると、まあ金属のボックスの中に4枚のコインが入っている。このような状態になりますよね。で、一度指を鳴らしてやると、このコインが一瞬で消えます。ただこれ消えたんじゃなくて、これね、まだ落としてないじゃないですか。よく、ほら、一回指スナップしてやると、落とするようになる。そう、これ最初から消えてなかったんですよ。え？で、4枚のコインがあるんですが、1枚のコインをボックスの中に入れて、これ蓋になってる蓋をしておきます。そして残ったうちの1枚ですね、3枚のうちの
投げてやると、これ今落としたの分かります？空中を飛んで中に入ってます。この原理を使って、次々コインを飛ばしていこうということなんですが、まあ、この中に2枚コイン入れまして、間違いなくコインを飛ばす。2枚目です。4枚目。あれ？何個？あ、これ蓋ですね。ただこれ中見ると3枚ちゃんとコイン入ってますよね。たまに蓋と、ね、コインが入れ替わってしまうということがあるんですが、まあ、気にせずに、最後のコインを飛ばしていこうと思います。3枚コインを入れまして、さっきみたいに、ね、あの蓋が飛んでくるとちょっと危ないというか、あのダメなので、この置いた状態で投げてやると1コインが飛んでくるんです。